栃木の名店を訪れて美食をめぐるとちめし。宇都宮駅東口から徒歩7分、居酒屋&バル伊之助。木を基調とした明るい店内、昨年11月にオープンした創作和食とイタリアンが融合したようなお店です。常時40種類以上は揃えているというワインや希少な部位を使ったお肉料理などを楽しめます。さらにワインと相性抜群の生牡蠣を全国各地から厳選して取り寄せています。今でしたらやはり兵庫県の石見、それから福岡の門司が特におすすめとなっています。平均すると4種類から6種類程度を仕入れて皆さんに楽しんでいただいています。兵庫や福岡から産地直送の新鮮な牡蠣、それぞれ個性のあるものを3種類使います。兵庫県佐古市産は海の香りが強く身も大きくプリッとふっくら。同じく兵庫の岩見さん、香りと味の深みが絶品です。高品質の牡蠣が取れることで有名な福岡門司さん、癖がないすっきりとした味わいが特徴です。3種類の味の食べ比べが楽しい伊之助の直送生牡蠣。うちではやっぱ牡蠣本来の味を楽しんでいただくためにレモン汁だけで召し上がっていただきます。牡蠣本来の旨味だったり、クリーミーさが十分に伝わると思いますので、そのまま召し上がっていただいた方がよろしいかと思います。宇都宮で楽しめる全国からの新鮮な生牡蠣、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。